肩甲骨の君はクイズ。ハリケーデンからこんにちは、美容ハリキングの方です。ありがとうございます。今日はですね、なんと歯科医の大久保先生にお越しいただいてます。はい。ありがとうございます。はい。北海道から来ました。北海道大人気の先生で、もう YouTube も大人気です。ありがとうございます。歯科医の先生ですね、あんな伸びてるんじゃないですね。うん、多分ね、5つの指ぐらいには入ってきたかなと思うんです。歯科 YouTuber の中で。もう10万人超えてるすごい先生もいるんだけど、なんかランキング5位ぐらいに入ってきたかなと。すごいですね、夢のコラボで、はい、よろしくお願いします。なんと歯科医の先生に顎関節の針をしてるっていう動画も貼ってますんで、ちょっと恐れ多いんですけどもね、概要欄に貼ってますんで、先生の、ね、解説も先生側でね出てますんで見ていただければと思いますけども、先生ぶっちゃけ診療でね、さっきもお話聞きましたけど、同じ、そう同じ姿勢で固まるし、しかも覗き込むから変な力入っててね、特に上の歯の治療するときは歯医者側がこう覗き込むので、すごく不自然な姿勢になるんですよね。いつもこの辺こう、もう突っ張ってる。やばいですね、うん、肩甲骨首やばそうですね。やばいです、うん、これ肩甲骨剥がしっていうのがあるんですか。あ、なんかね、動画見ました。全部剥がされてみたいバキバキでなかなか指入んないかもしれないですけど早速先生、今日はリラックスで癒しの施術を受けていただく予定です。はい。ウギャーはウギャーはない。ご希望であればいいですけど。それでは早速、ゴー。はい。ということで先生、首がめちゃめちゃ凝って、肩甲骨もやばいってことですけども、肩を出さずに首右左やっていただきたいですけど、はい。首を右に向けていただく。笑いが出る、これ笑い出るとこなの。で反対向きめちゃめちゃいきますね。あ、そう、そこの左右の違いすら自分で分かんないんだけど、左向くと僕の肩の方とか見えやすいです、うん、なんとか、ね、ああ、なんとか見えますね。右はまあ存在が分からない。存在が分からない。万歳していただきたいですけど、おこれやばいですね。これつきにくくないですか。あ、つきにくいですね。これ痛い、すでに痛い、すでに痛い。リラックスした時点で、ね、うん、普通にやるとこれぐらいですね。これぐらいですね。こっち耳までの間指2本ぐらい空いてて、うん、こっち3号紙空いてる。あ、そう。これ同じぐらいで、こっちってストレスかかりますか。かかりますね。こうやってだいぶもうなんか辛いです。硬いですね、うん。これ肩甲骨結構、うん、結構やばいですね。肩甲骨やばいのはもう自覚してる。自覚してます。うん、あのね、毎週マッサージさんに呼んで。あ、してるんですね。してもらってる。何もなしでは生きていけないぐらい。セルフケアされてるんですね、うん、それでこれ。それでこれ。危ないですね。一周空いたらもう個体になってます、ね。個体や。銅像みたいになってます。銅像。もう編集でチーンってなって出てきそうですけど、ね。体幹の動きも良くしますね、うん。はい。手をこう合わせてもらって自然に。おお、で反対向けどうですか。いや、ちょっと待って先生、うん、30度ぐらいしか行ってないですよ。みんなもっと行くの、はい、これいや、だいぶ無理。これもう嘘ついて、体は嘘ついて、体は嘘ついて。いやもう先生、無理なくだったら地域の皆さんのためにもう体を張って日々頑張って地域医療をしね、うん、もうね、昼は患者様のために働いて、夜はね、スタッフたちのために残業してね、さらに真夜中に YouTube の撮影してますから。それはごちごちになります。1日20時間働いてます。いや、すごいですね。今日はせっかく銀座に来ていただきましたんで、じっくりリラックスしていただきます。よろしくお願いします。それでは、こう。あ、ちがちの肩甲骨もですね、1円と1円の結構改善するんですね。これですね。はい。今こっち側が手つきにくかったので、うん、右手を使うんです。右手の手首から指に外観というツボに10円を貼ります、うん、で今度はですね、足ね、足輪球というか4個目と5個目の指の間なんですが、ここに1円を貼ります。これだけですね。おお、これちょっとバンダイしてみてください。なんか行きなさい。なんか行くね。痛くないわ、ね、さっき耳につかなかったもんね。手ですね、これちょっと押していただいて、ね、外しますね。これは不思議だ。
でこれね、うん、僕やってみて外します。いかないのもう。あ、ほんとだ。硬い、硬い。これじゃいかない。これじゃいかない。苦しいもん、これ。苦しいですね。って感じ。楽にしていただいて。僕ありますね。ほんと不思議だね。あ、行く。耳につく。はい、へぇ。わけのわかんないですけど、これが、ザ、経絡です。一応ですね、研究者の間で、まあ、経絡っていうのはどうなんですか、筋膜をちょっと緩めて、筋膜が全身包んで連動してるんで、そこの筋膜が緩むと連動してね、反対側も緩むとかっていうのは NHK の方でも放送されたりもしてますね、はい、一応経絡上の東洋医学的な理論もあるにはあるんですけど、楽になればいいかなっていうところですよね。ぜひ首とかごちごちの方がやっていただければと思いますので、これでは終わりじゃなくて、ね、しっかり施術したいと思います、ね。はい、お願いします。行きます。それでは、ゴー。ガチゴチの首と肩甲骨っていうことで治療していきたいと思います。でちょっとね、チェックで軽く触れていきますけど、もうこれ、だいぶやばいですね。やばいでしょ。はい。これはマサリさん週1回受けてる体。いや、結構きてますね、先生。多分ここが強いから、うん、ここは凝りが強いんでこっちが気になっちゃって、うん、でこの辺もバキバキなんですよ、うん、でもこっちはあんま気づかないですよね。今日もね、2時間半ぐらいのオペしてたからね。2時間半のオペですか、うん、うわ、歯科の先生も外科医ですからね。外科医の先生はもう集中したらもう体張ってますよね。同じ姿勢でずっとやるんですもんね。そう、目も疲れません？目も疲れますね。日々の先生のこの体酷使で我々の口腔の健康を守られてるところですね。ありがとうございます。結局僕ら腸免疫とか大事とか言いますけど、口腔内の衛生管理が悪かったら腸に行きますもんね。ね、そう言ってますけど。こんななってますね。この肩甲骨ですね。こっちがボッコで、こっちがボッコなんですよ。からこういうなんか湾曲ですね。ここが張ってるんですよ。こっちはそんなでも、でこっちがボッコでボロボロです。では、特ね、後頭下筋群。治療していきます。結構札幌あれですよ先生、うん、僕の会員さん多いです。新規多分札幌15人ぐらいいるんじゃないですかね。ここの肩甲骨ももう泣いてます。肩甲骨が泣いてますよ、これ。腰も逆に先に入れます。疲れてるくせに土日の動きもあるからね。土日も、お休みはないわけなんだ。お休みはないんですか。休息の休みはない。土日は遊びに最近ね、乗馬を始めたんだよ。それがまた楽しくてね。乗馬ですか。乗馬。どういう感じなんですかね、乗馬。どういう感じ？乗馬？こうやってくるくる回るんですか？乗馬、そうそうそう、くるくる回る。ちょっとお散歩に行ったりもする。やっぱ散歩行くんですか？楽しいですよ。山の中入ってくる。あ、それだ。夏だったら海辺の方に。海辺に行けるんですか、馬の。馬って海連れていいんですか？海なんかジャブジャブ入ってきます。え、入るんですか？入る、入る。いや、それすごい。うん、そんな、なんかあの、カナダ旅行のオプショナルツアーでしか見たことないですよ。札幌のいいとこはね、札幌であるんですか。都会なのにすぐそうやって、ちょっと外れに行くと田舎だから、はい、ちょっと馬乗れるとこがあるのよ。馬で海、うん、攻撃ですね。かっこいいよ。かっこいいじゃないですか。フェラーリよりかっこいいですよね。あれも羽馬？羽馬。羽馬か。
もうオートパイロットだしね、ナビついてるしね、まあいいっすよ。いや、いいっすね。自分で歩きますから。ああ、すごいっすね。うん、ここ、肩甲骨、さらに。これだ。いや、もうね、大量に入れなくダメです。普段僕は数本ですけど、うん、攻めます。ハリネズミ。ハリネズミ。あれ1本で買えちゃいますけど、せっかく札幌から来ていただいてますんで、ちょっと多めに。いや、そういう治療じゃないんですけど。はい。肩甲骨の君は、こんなに長くないように見えるかもしれないですけど、これをですね、この脇に行きますんで、ね、向こう側に行っちゃうんじゃないかっていうぐらいの距離感ですね。肩甲骨ってこの辺ね、皆さんマッサージとか言うと、ここね、ここが、この前鋸筋とかですね、小円筋とかね、この辺緩めるの大事なんですよ。立った先生。立ったこんな硬い人いないですよ。ちょっと響きます。来ました。大丈夫ですか？うん、大丈夫。全部入っちゃった。これすごい。これ、嫌ですね、これね。ああ、言われましたけど。ああっていう反応、なかなか。行きました。背中はですね、これしかないんですよ。でもこれ、針初心者だと針嫌いになっちゃうの、これちょっとやめてください。30センチでいこうと思います。はい、ということで、7分お休みいただきます。それでは、7分経ちましたね。針を取っていきます。これはもう結構来てますね。ソファーの会は1年ぐらい所属されてるんですか？いや、1年どころじゃない、もう10年ぐらい。10年ソファーの会ですか？うん、家でも職場でもソファーで寝てるから。そうですか？うん、もうソファーが愛おしく。ソファーが愛おしく。ベッドで寝るのはね、出張の時だけ。ベッドで寝るのは出張だけ。じゃあ今日は久々ベッドで。今日は久々ベッドで。ジャギンでベッド。楽しみ。楽しみ。もうコロナで出張少ないから。はいはい、そうですね。ベッドで寝る機会がない。ないじゃないですか。ボッコ結構減りますね。減りました。自分で寝れないから残念だ。ボッコ減りましたね。減りました。よかった。変な湾曲も減ったんで、これ期待できそうですね。はい、ということで、はい、エンディングです。はい、先生、首どうですか、まあ、右向いてみてください。全然見えない。見える見える、上田先生が見える。さっき上田先生いなかったもんね。いなかった。あ、見える見える見える。見えた。じゃあ、うん、このピッてやっていったら、どうでしょうね。おー、行きますね。あ、行くね。はい、あー、行くね。行きますね。行く行く行く。はい、さっき、こうしたぐらいやったからね、本当に。いや人として動いてない感じだった。もう一回ですか？もう一回動き。行きますね。行くね。60度ぐらい。ああ、行く行く行く。はい。でですね、万歳ですね、問題は。お、スムースに行く。あ、行く行く行く。うん。結構行きますね。指一本入らないぐらい。そうですね。髪の毛触る。これできつかったじゃないですか。きつかった、もう苦しかったもんね。今苦しくない。うん。へえ。バッチリ触れました。ああ。はい。よかった。全身調整もしてるんで、戻りにくくなりますから、うん、これでですね、マッサージさんとかも合わせてもらうと、結構持続感は出るかなと思います。あの、さっき、顎関節で言いましたけど、肝臓の経絡がちょっと痛んでましたので、ストレスです、これは。重々承知しております。重々、もちろん、職人と活躍する方はストレス戦いながら、そのために我々がいますから。ありがとうございます。はい、助かります、はい。そういうのはもう、全部で、ね。余計なの取って、うん、元気に活躍していただければと思います。はい、はい、ということでですね、大久保先生のチャンネルの方でもですね、対談動画を撮っていますので、顎関節のです、
ですね、どうやって治療してたりとか、どうやってセルフケアするとかですね、うん、注意点ですね、こう配信していますので、先生のチャンネルもご覧いただければなと思います。はい、先生のなんと、ご自宅からの ドラマみたいなムービーが今日どうやってここに来たっていうの、どうやって来たの、これ超面白いんで、ね、こっち来た瞬間ですね、もうイチョウが見えたけど、うちはもう大吹雪だったっていう大吹雪の映像を見れますから、ぜひ見ていただければと思います。僕も楽しみに見てますんで、ということで今日はここまでになります。はい、他にもですね、セルフケアの動画とか施術の動画を配信していますね、次の動画もご覧いただけると思います。チャンネル登録と高評価の方で応援よろしくお願いします。大久保先生のチャンネルもぜひ訪問してみてください。はい、吹雪の中鍼灸治療受けていきます。この長さがこれ全部体に入ってんの、すごいね。へちょっとって、自分でやったら痛い。これは斜めに入れていってますけどね、鏡はすぐだ、筋肉、筋層に、うん、こうじゃなくてちょっと切ってこの斜めに、ああ、この、すごいね、これが、これ自分で刺したら痛いもんだね。いや痛い痛い痛い、なんで先生刺したら痛くないの自分で刺したらどこに刺しても痛いよ、痛いわ痛い